三尾ツク氏は NHK 連続テレビ小説の第34作として1985年度前期に4月1日から10月5日まで放送された日本のテレビドラマである。大正時代末期から第二次世界大戦後にかけての千葉県銚子市を舞台に醤油屋の旧家の娘であるヒロインと漁師の網元の長男との純愛を描く。ジェームス・ミキ作、沢口康子主演。 脚本はジェームス・ミキが担当。作中で、ヒロインの実家の醤油屋は、陸車、相手方の漁師は、会社と称され、互いが反目し合うことで二人の結婚がなかなか認められないのは、ロミオとジュリエットの構図であり、毎度お騒がせします。男女七人夏、物語といった作品が支持される時代に、今時、純愛なんてと言われる中で、どうしても和製。 ロミオとジュリエットをやりたいとして、あえて純愛物語を書き下ろした。背景には、本作執筆にかかる、少し前に、脳腫瘍の手術を経験し人生で、初めて生死の境をさまよう体験をしたことで、自分が一番書きたい物語を書きたいと思った、人を愛することの美しさ、そして、震えるような切なさこそ、人間の永遠のテーマだと感じたと語っている。タイトルの、 見を尽くしとは、旋回を通行する船に対して、通りやすい水路、見を差し示すために建てた杭のことで、見を尽くしと書いて、見をのくしイコール杭を意味する。さらに、小倉百人一種で知られる、元ら親王の和歌、詫びぬれば今旗同じ南馬なる見を尽くしても、あはむとぞ思うなどでよく知られる掛け言葉で、見を尽くしと、見を尽くしを掛けた古典文学上の故事にちなんでいる。 作品名は脚本のジェームス・ミキが付けたもので、見を尽くしはミキが通った大阪府立市岡高校の校歌の歌詞にも含まれている。ヒロインは前年の第1回東方シンデレラオーディションでグランプリを受賞した新人の沢口康子が務めた。公募されたオーディションでヒロイン選考に難航していた状況において本作執筆中のミキは、 たまたま見た映画、刑事物語3使用祭の歌で、こんな可愛い子見たことない。と、自身が気になっていた登場人物を、恋人の妹役あたりの出演者の一人にどうかと、本作プロデューサーに助言したという。映画をすぐに見に行ったプロデューサーは、ヒロインを沢口に決めたとミキに伝えたという。新人の沢口のヒロイン起用にあたっては、演出人から、 チーフプロデューサーの中村勝氏に対し、彼女は相当下手ですよ。大丈夫ですかね。との懸念も寄せられたが、中村は、いや、いいんだよ。だんだん上手くなるのはお客さんが楽しんでいるんだから、最初から上手かったら客はつかないよと多少の強がりも、含めて回答。初めての連続ドラマで当初スタッフから、3行以上の、セリフはやめてくださいと言われるほど芝居はたどたどしく、 また、大阪出身で、関西弁がなかなか抜けずに、母親役の加賀マリコら共演者から容赦ない指導を受けつつ、撮影に臨んだが、駆け出しの若手女優が、軽投げに懸命に頑張る姿は視聴者をハラハラさせ、やがて応援したい感覚にさせていったという。ミキは、後のインタビューで、後半に進むにつれ、安子の演技もどんどん良くなってきて、家業を支えながら二児を育てる、 母親の風格が出てきたと評している。この年の第36回 NHK 紅白歌合戦では審査員を務めたジェームス・ミキの協力のもと本作最終回後の解決編としてめでたづくしの身を尽くしとのコーナーが制作された。まずは、リツ役の桜田純子が赤組主会、森政子へ花束を私に登場。続いて、津川正彦、加賀まり子。 草笛光子も本編での衣装で登場し、あの後、一体どうなったのか。という会場担当アナウンサーの問いに、三木が、罪滅ぼしに今日は、身を尽くしの解決編をご覧に入れますとコメント。本編同様に、オープニングテーマと、河西誠二によるナレーションが流れる中、白むく姿の沢口康子、紋付袴姿の河野太郎が登場しての寸劇の、後、 出場歌手による調子体量説の歌や踊りが披露された。NHK エンタープライズより2007年11月に、身をつくし完全版 DVD ボックス1、7枚組が2008年1月に身をつくし完全版 DVD ボックス2、7枚組が発売された。モデルの一つとなっている、千葉県の入り製醤油は、身をつくしというタイトルそのものの醤油を販売している。 大正末期から終戦後の昭和にかけての激動の時代、醤油醸造家を舞台に、純愛を軸に描かれたストーリーが人気を博し、関東地区では1985年の放送で最高視聴率55.3%、平均視聴率44.3%を記録する大ヒット作品となった。またヒロイを演じた沢口康子の出世作となった。 朝日新聞2010年9月25日付の B ランキング心に残る朝ドラヒロインアンケート結果では沢口安子が第4位だった。なお、第1位は柏山文枝、第2位は田中裕子、第3位は国中良子。また、週刊ポスト2018年8月24日号の最高の朝ドラヒロインを決めようベスト30女優を大発表。では、 沢口は6位。ドラマには、銚子電気鉄道や漁師町の外側などが登場していることもあり、ロケ地には放送終了後も当時の番組の案内が設置されている。髭田上油は本作のモデルとされ、撮影協力を行った同社が運営する銚子市に、ある歴史資料館、ヒゲタ資料館には、沢口安子ら出演者が同館を訪問した際の写真と、 サインが展示されている。長子電鉄がドラマの舞台として登場したことから、同社では自社の保有する鉄道線で身をつくし号というトロッコ列車を運行していた。2009年4月時点では安全面の配慮から運行はされていない。なお、作中に登場していた車両は赤とベージュの二色塗りで、終電方式はビューゲルだったが、実際の時期では茶色い式で、 ポール終電。ドラマでは実際の時期に合わせて茶色い式にしたかったのだが塗り替え費用が高いためやむなく代わりに側面に車掌を入れて撮影された。それに対しては違和感がある、違うといった指摘が NHK にファンや視聴者から相次いでいたという。放送当時は放送の影響や茨城県筑波郡、矢田部町で国際科学技術博覧会が開催されていたことも あり、銚子電鉄に乗車する観光客が多くなっていたという。ラッパーの八太郎を演じた、明石シさんまは、立っているだけのシーンにもかかわらず、リハーサルへの参加を強制されることに腹を立てて、リハーサルだけではなく、本番もサボった。さらに、出演することにやけもさしてきたため、自分の役の人物を殺してしまおうと脚本になかったが醤油損の中に自ら落ちて、 自殺を図った。撮影中に NG が出た時には大物共演者へは何の注意もなかったが当時新人の沢口だけはディレクターから何度も叱責された。さんまが沢口の尻を触るシーンでは沢口に配慮して最初触る振りだけをしていたのだが沢口の演技に納得がいかないディレクターは本当に尻を触るように指示した。しかし、 それでも納得がいかなかったため、最後には尻をつかむ洋うさんまに指示、何テークも取り直しをした、このシーンが最も大変だったと、さんま本人が述べている。その影響からか、さんまは本作以降30年ほど、NHK の番組へはほとんど出演しなかった。本作の出演者には、後の1987年の大河ドラマ、 独眼、竜正宗に出演した俳優が非常に多い。沢口安子が主人公、伊達正宗の長女役、桜田純子が妻役、津川正彦は徳川家康役、村田武弘や和紙聖光が伊達家家臣役などである。詳細は、独眼、竜正宗の登場人物を参照。醤油屋を舞台とした本作で演出を担当した西村吉木は、 8年後の1993年放送の連続テレビ小説第50作、カリンで初めて連続テレビ小説の制作統括を担当した際に作品の舞台として老舗の味噌屋を選んでいる。八木コウ外目田都ギ子、野村の氏、安田洋子、千北やカツコ、サ田恒夫、渡辺恵子、藤弘義武、天野和義、岩崎誠治。 千谷恵生、月岡洋太、追いかわいつくり、鈴木周一、西本博之、久保明、小寺大輔、山崎光島田明、西谷東、長江秀和、水木薫、早崎文治、安倍六郎、渡辺武史、砂賀慶、塚本忍、山地和弘ほか、大正15年、長子の浜出が彼の絵のモデルをしていた、長子工女の女学生、薫は、 たまたま通りがかった青年漁師、聡吉に指に刺さった棘を抜いてもらい、乙女心に淡いときめきを覚える。このことがきっかけとなり、やがて聡師聡愛の間柄になった香ると聡吉だったが、二人の前には双方の家の壁が立ちはだかる。当時、醤油屋と漁師とは、犬猿の中であり、目かけのことはいえ、調子でも屈指の醤油醸造元、入り調の当主。 万堂九兵衛を父に持つ、薫と何人もの漁師を抱える外川の網元、吉武一家の総領である総吉とが一緒になることなど、到底考えられなかったからである。万堂家の娘として、嫁に出してやりたいという九兵衛の愛情から、卒業と同時に正式に認知された薫は、入町に引き取られ、時を同じくして、和歌山から調子へ移ってきた本妻や異母子弟たちと、 同じ屋根の下で暮らすことになる。だが、嫁入りのための行儀見習いという名目で、薫を女中同然に扱い、何かにつけ辛く当たる女中頭の浜や、気まぐれで何を考えているかわからない、イボ姉、リツコに振り回され、時として涙する日々が続く。半年後、辛い行儀見習いの日々を経て、名実ともに、入り蝶の娘として扱われるようになった。 カオルのもとに縁談が持ち込まれる。ところが、諦めつつも断ち切れない宗吉への未練を察した、リツコの策略で破断となり、これによってカオルはキューベに宗吉のことを打ち明ける、羽目になる。劣化のごとく激怒しきく耳を持たないキューベや、事情を知らない周りの者たちからの抽象に耐えきれなく、なった、カオルは、ついに、入り鳥を飛び出し実母ルイのもとへ身を寄せる。しかし、 ある日不意に尋ねてきた、九兵衛の言葉に、娘に対する、父親の愛情と、それがうまく噛み合わないことへの苦悩や、寂しさを感じ取り、入り町へ戻る決心をする。再び、入り町で暮らし始めたその矢先、今度は、薫の正直な気持ちを知った宗吉が、入り町へ訪れ、九兵衛に薫との結婚の承諾を申し込む。しかし九兵衛は、ガンとして、会おうとせず、 意を決した総吉は来る日も来る日も、ずっと、坂東家の門の前に立ち続ける。そんなある日、薫は律子が起こした、思想犯への密通事件に巻き込まれて投獄され、警察の厳しい取り調べを受けることとなり、さらには、それが、新聞沙汰にまでなってしまう。律子のことは最後まで口をつぐみ、濡れ衣を着せられたまま釈放されて戻ってきた。薫は、すでに事の真相を知って、 頭を下げるキューベイに、涙ながらに、一人だけ、本当のことを話したい人がいると懇願する。それでも首を縦に振らないキューベイだったが、総吉の母、トネに助言を受けた類の説得もあって、考えを変え、ある日突然カオルに感動を言い渡す。一連の出来事で総吉の人柄や、お互いの一途な思いを知り、理事長の娘という立場から解放してやることで、事実上、 宗吉との結婚を認めるという、旧米の苦渋の決断だった。こうして、様々な困難を乗り越えて、無事祝言を挙げ、正式に網元の親方を継いだ宗吉と新妻、薫は、待望の新婚生活をスタートさせる。だが、薫の波乱万丈な人生はこれからであった。浜での暮らしや人々に溶け込んでいく一方で、可愛がってくれた叔父である甲上村村長と、 地元漁師たちとの間に勃発した相乗事件に始まり、最愛の夫、宗吉の絶望的な状況下での遭難、そして、宗吉とのことを完全に吹っ切れないままでの再婚と、わずか数年のうちに、カオルの人生は激しく流転していく。宗吉の遭難から日にちが経ち、遺体が見つからないまま取り行われた葬式では、利根川丸の漁師たちが無念さのあまり、 呪門に訪れた九兵衛に筋違いな怒りをぶつけて小競り合いが始まる。その最中に倒れて病院へ運ばれ、総基地との間の一部子まで流産してしまった、薫は、これ以上基地武家には置いておけないと激高する九兵衛や、薫の体を心配する類たちによって、隊員と同時に心ならずも入り場へ連れ戻されてしまう。 宗吉のことや吉武家への不義理をもって、昇進の日々を送る、薫だったが、九兵衛、そして前妻の没後、正式に九兵衛の妻となった類、律子や栄一郎らに気遣われながら暮らすうちに少しずつ元気を取り戻し、悲しみを紛らわすかのように家業の手伝いに精を出し始める。やがて九兵衛たちの勧めもあって再婚した梅木との間にも双子の男の子を授かり、 ようやく心穏やかな日々が訪れる。しかしそれもつかの間、ある日東京に住む律子から、死んだはずの宗吉と町で遭遇し、記憶喪失の状態で警察に保護されているという話を聞かされ愕然とする。動揺しつつも駆けつけたカオルたちの尽力で、過去の記憶をすべて取り戻しはしたものの、今度は、カオルが他人の妻となっている現実が受け入れられない宗吉。そして、 かつての宗主宗愛ぶりを知っているだけに、平成を装いながらも心中を穏やかならぬうめき。その感情のくすぶりは、愛するがゆえに、薫の今の幸せを疑う総吉と、薫の総吉への未練を疑って進んでいくうめきとの間に、確執を生み、再び、万道家と吉武家の対立にまで発展、薫を激しく苦悩させることになる。そんな中、時代は、 太平洋戦争へと歯止めなく突き進み、醤油の原材料の統制、従業員や夫の徴兵、そして空襲による悲しい別れと、戦時下での悲劇は、入り調や坂東家とも、また無縁ではなかった。やがて終戦を迎え、薫は、ありがとうございます。